DD をご覧の皆様、ダイスのボーカルやらせてもらってます、大野雄大です。今日は最近起こった、僕の身に起こった怪奇現象を話させていただこうと思います。まあ、あれですね、まあ、一日お仕事させてもらって、まあ、ある日お仕事させてもらって、で、まあ、レコーディング終わり、夜12時半とか1時ぐらいですね、着いて、で、次の日はちょっと朝早めで6時半とかに起きないといけなくて、で、まあ、1時でもう急いで寝る支度して寝ようとしたら、まず、まあ、近隣の方のちょっとすごいうるさい声が聞こえまして、僕は寝れなくなってしまいました。まあ、よくあることなんですけど、そこまでは。そして、まあ、ちょっと寝れなくなって、いやでもどうしても寝ようかなと思って、こう布団で中に入ってると、なんかあのヘリコプターが上を、上空を自分の頭の上を通るときって、なんかバタ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 って言うじゃないですか。それがなんかあのそれを細かくようになったので、なんかウォーンウォーンっていう、急遽の部屋中そういう音が流れて、もうあの恐怖に駆られて動けなくなってしまって、ちょっとベランダを覗きに行ったら多分絶対 UFO いたんですけど、あの本当の話です、これは。あのそのウォンウォンってして、で気を失ってしまったのか、寝てしまったのかわかんないですけど、ちょっとでパッて目覚めたら10分ぐらいしか経ってなくて、でそこからあのもう恐怖になってしまって、僕は寝れなくなってしまい、そこから2泊3日で寝れなくなりました。はい、っていう話です。はい、そして、僕たち10月、僕たちダイスは、10月15日にファーストアルバムファイトバックをリリースさせていただきました。そしてそれに伴って11月からツアーの方を回らせていただくので、ぜひお近くの方はホームページなどチェックしていただいて遊びに来ていただけたらと思いましょう。一緒に思い出作りましょう。よろしくお願いします。以上、ダイスの大野雄大でした。